皆さんこんばんは、あさりです。今日もお疲れ様でした。全国的に雨になった3月10日、あさりの夜ニュースがお伝えする出来事はこちら。一つ、ことぶき屋から女神デバイスとピラミッドのゲームアリスギアアイリスがコラボしたカネシアスタラ天気バージョンカルバショートが8月に発売されます。価格は税別8600円で、今日から予約受付を開始しています。元のシタラちゃんカルバショートが発売されたのが去年の10月。今回は趣向を変えてアナザー星4の姿、 S スーツに身を包んだ、それに合わせてアギアのカラーリングになってます。これに加えて、これですね、アナザーのスペシャルディーパバリと新造形の顔パーツビッグリーガンが付属。ネイビーのメインカラーがかっこいい、こだわりあふれる一品になっています。さて、そこで気になるのがアリスギアとのコラボ女神ならではのプレゼントコードですね。前回のシタラちゃんは特別なギア、ガネーシャカルバチョートが付属しましたが、もしかして、ゲーム内で実装がほのめかされている黒いギアとしてこれもカルバチョートがもらえたりするでしょうかね。とても楽しみですね。2つ、背景グラフィッカーの吉田誠二さんが描く同人誌物語の家2作品がヴィレッジヴァンガードオンラインにて取り扱いを開始しました。価格はそれぞれ税込み1320円です。1作目はコミティア127、2作目は130で販布されたものでですね、物語の舞台になりそうな家をモチーフにしたイラストと設定集で、どれも間取りに至るまで細かく設定されています。吉田さんならではの世界観、色彩、そして筆のタッチが光る作品集ですね。3つ、サントリースピリッツは山崎蒸留所貯蔵を、スモーキー原酒樽仕込み梅酒2020、リミテッドエディションを5月12日に発売します。 660ml 入りで、価格は1500円。お酒は20歳になってからね。山崎蒸留所貯蔵梅酒シリーズはサントリーウイスキー発祥の地である山崎蒸留所でウイスキーの熟成に使用されたフルダルで熟成された梅酒のこと。ウイスキーダル特有の華やかな香りと深いコクが特徴です。いろんなね、ウイスキーダルの工場見学とか行ってみると分かるんですけど、あの香りはたまらないものがありますね。私ウイスキー好きなのでちょっと気になります。よいしょ、間違えた。さて、そんな感じのニュースでした。雨が降ったり、いろいろと塞ぎ込んじゃうことが多いけども、地に足をつけてしっかり活動していきたいですね。それではまた次回。